木の間を恐竜さん出てる、恐竜さん、トラ、カバ、それにヘビやワニなんかが見えるかもしれませんよ。でもくれぐれも旦那にタフな開拓者だってあの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。皆さんこの辺で一番大きな金鉱、よかった、ね、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。無事に元の世界に戻ってきました。今見たものは他の人には内緒ですよ。やっとご飯を食べに行きます。ブルーバイユーレストランに行きます。はい、やっとご飯です。お昼ご飯、お昼ご飯、お昼ご飯が14時40分、えぐいて。本当はカレーに行きたかったんだけどね。だけどブルーバイユー予約取れるって言うからブルーバイユーにしたのしました。空いてたから。うん。それはブルーバイユーがいいよ。まあカレーはまあいつでも食べれるっちゃ食べれるから。そうなかなか予約取れないからね。ただいま当店ではブルーバイユーレストランオリジナルのマドラリーセットを販売しております。じゃあご案内いたします。ね、スプーンとフォークかわいい。これはお水がうますぎる。イシャンの自撮り、うん、これが一番いい。映えてんね、それ。美女と野獣、そう、昨日のね。えぐいね、やるやん。次何乗るんだろう。何乗るんだろう。次何に乗るか、何だっけ。あー、風待ちだ。あー、もうパパは別に あれだよ、何でもいいよ。あ、スターツアーズ乗りたい。シーシーが乗れるやつはもう乗ったもんね、全部ね。そうね、あとはカートゥースピンだけだ。これは美味しそうすぎる。イシャのはコーンスープ、うん、ママとパパ一緒、同じやつ。シーシーとイシャが一緒か。
ではいただきます。ありがとうございます。あ、隠れミッキーだ。隠れてねえよ。全然パンの真ん中にあるパンの説明させていただきます、はい、じゃあ右側がバゲットパン、丸いパンがミッキーパンとなっております。こちらおかわりできますので、お帰りの際はお声掛けください。あ、おかわり自由なんだって。ありがとうございます。はい、スープ美味しかったです。すごい、チーシーも文句言わず食べてんじゃん。マサラダマリネでございます。うわ、これ絶対うまいやつじゃん。これ絶対うまいやつじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いただきます。良かったっていう感じ。美味しい、良かった。ちょっと遅めのお昼ご飯だったからね。こっちローストビーフ、うん、やっぱお肉美味しかった。お肉美味しかった。ローストビーフ美味しいよね、ここのね。大人の味だった。ちょっと大人の味だね。いや、結構あ、美味しい。めっちゃうまいじゃん。さっぱりしてて最高。エビ最高。わーい、美味しそう。かしこまりました。ではいただきます。めっちゃ美味しい。ではまずローストビーフ先輩からいただきます。ローストビーフ。鶏肉先輩いきます。チーンじゃん。疲れたんだね。ひよりくんのデザート来ました。はい、すげえうまそう。寝てたね。爆睡してたね。疲れてたね。よし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 。わざとやった。いや、かわいそうだなと思って。朝早かったもんな。音楽とさ、ゆったり感がさ、めっちゃあってさ、ね、眠たくなるよね。涼しいしね、気持ちよくなるよね。やばない。ここ通るんだ。通ってる。ヤッホーです。月が綺麗。こんな大きかったんだよね、この船ね。なんか向こう通るときは分かんなかったけどさ。なんか起きてんじゃん。パピータンとマーミータンのデザート。美女とヤズ。ヤズ。美女とヤズ。これ多分ヤズかな。これは美女の方かな。ベルとヤズ。あ、これさ、あれバラじゃん。そうだね。ブルジーン。すごい。ビヨタ。ヤズ。まあ、パパのいつの間に撮ったのかなと思ったらママのだったの。チョコ。チョコ。チョコレート。ママのこのバラのチョコをイーシャが撮ってた。あ、お願いします。撮ったんじゃない、もらったんじゃない。もらったんじゃない。ありがとうございます。いただきます。野獣美味しそうだな。野獣食べてみる、うん、あ
何味？青いのは分かんないけど、チョコ。チョコか。チョコケーキ。美味しい。寝たらしいし。しし寝た。脱水？脱水。ママがトイレから戻ったら帰ろ、帰ろっかっていうか、どこ行く？どこ行こうか。とりあえずカリブ行く？そうだね。会計してきます。あー、行ってらっしゃい。ママがお会計してる間、ベビーカーのとこに行ってって。ごちそうさまです。ありがとうございます。寝てる間に、じゃあうちらが乗りたいやつ行きましょうか。じゃあビッグサンダーマウンテン、スペースマウンテン、バトルゲア。スペースマウンテン行ってビッグサンダーマウンテン。ああ、じゃあそう行きますか。ここは見る？ああ、いいよ見て。ああ、お兄ちゃんなんか欲しいのがあるんじゃない？どこ？どこ？クリスタルスカル。お、うーわ、これ欲しい。いくら？80万円はさすがに高いな。これいくらまでだったら出す予定？これ3万だったら買ってたな。いや、これは3万えぎよ。5万かな。5万だったら買ったから。5万までだな。80万無理。いらないの？リングはかっこいいじゃん。あ、違うの？違う。何探してんの？いや、なんかいいのあるかなと思って。とりあえず物色してるだけ。物色してるだけ。ママこれ似合いそう。どっかにあったわかんない。イメージがわかんないけど似合うかもしれない。すごい宝箱だ。いいじゃん、宝箱ある。あ、それね、いいよね。それいいじゃん、これ、ほら。で、鍵も閉めれるし、なんか、金の延べ棒みたいな。あ、貯金箱なんだね、ここね。このドクロも貯金箱なんだね、ここにある。これは？あ、真後ろにあるんだね。え、大きいのもあるじゃん、宝箱。これはオルゴール？なんかあれじゃない、アクセサリー入れみたいな。ああ。ちょい、いや、いや、いや、見てて。買えばいいじゃん。ちょっとこれ買おうかな。これはいいじゃん、宝箱。1800円。ああ、違う、もうちょっと大きいやつがある。大きいの、大きいのあるよ、ほら。ああ、いいね。何を入れるのか知らんけど知らんけど、知らんけど、これシーシーと遊ぶときに使えそうじゃない？柔らかいし。ぶっさぶっさ。あ、これいいね。人に向けて振り回さないでくださいって書いてある。ああ、そう、はい。すごいじゃん、これ、これすごいじゃん。じゃあこれ買うの？買うの？買うの？これはない。買うの？買う。これ何？あー、万華鏡ね。いくらだった？2750円。これ映画の中で出てくるやつじゃん。小瓶の中に入ってる船で、開けたらブワーンって出てくるやつ。貸して貸して貸して。ザク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 
別に。シーシーホース。踊ろうか。全然いない。寝てから無理。うん。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。シーシーが寝てる間にスイッチ系のやつを乗り込もう、ね、